どうも皆さん、こんにちは、まき京しろです。ということで、えー、今日のタイトルは、アハレンさんを測れない。アハレンさんは測れないを見た後の余韻ということで、まあね、見ましたよ。アハレンさん測れない。えー、ジャンププラスの、ま、企画で、その、毎日、まあ、3話、まあ、3作品ずつが全話無料公開ということで、 やってたんですが、僕はそれを逃してしまいまして、その、そこからずっと、うん、アハーレンさんは測れない、読みたいなーって思ってて。で、まあね、あの、僕はもともとね、7巻か8巻までは読んでたんですよ。まあ多分、その本誌の方だと、まあ、本誌っていうと、ジャンププラス本誌の方だと、 まあ、もうちょっと読んでたと思うんですけど、で、そこから、まあ、なんとなく見るのをやめて、やめてから、まあ、結構な月日が経ち、まあ、今になりますよね。うん。一応、ちょっと見ときますか。ハレンさんは測れないの最終巻。えー、で、まあ、まあ、とした気持ちで生きてきたわけですよ。ああ、俺、その日、ちょうどね、俺ね、人生初めてのコロナワクチン <laughs>。コロナワクチンというね、概念が出始めて、まあ、コロナワクチンが出始めてから、 え僕は3年後にようやくコロナワクチンをしてまして、副反応で寝込んでたんですよね。安静にしてなきゃと思って。で、それで逃してしまって、いやー、その時はちょっとショックがでかかったな。俺は自分の人生の後悔に、まあ、なんらね、自分の人生の判断に対して後悔とかもあんまりしたことないんですよな。なるべく前向きに捉えるっていう、そういうことができる。 やつの方が強いっていう美学を持って、<laughs> まあ、哲学、まあ、価値観を持っておるので、えー、そうやって生きてきたんですけど、さすがにショックだったな。うん、あえてショックで言おうと。このショックはショックさで言おうぜと、まあ。自分に言い聞かせてね、まあ、あえてショックで言ったんですけど。いやー、でもショックで、まあ、そこからね、あー、どうしようって思ってたら、まあ、ちょうどまあ、まあ、知っていたんですけど、ジャンプのセールが出てて、じゃこれを機に、アーレンさんは測れない。買うかと。 で、買いましてね。読んでみたわけです。で、まあ、その、ハーレンさんは測れない元、元まあ、1, 1巻から読み直したんで、1巻から7巻くらいまでは買ってて、うん。で、読み直して、読み直しても面白いですね。やっぱライドウ君のやっぱ奇想天外な妄想っていうか、考えすぎてるところが <laughs>、やっぱね、読み返しても、俺が一番びっくりしたのはキャッサバのとこだな。 あのキャッサバで、え、その草ってことは大麻かって思ったらキャッサバ、ね、もしかして、うん、アーレンさんはキャッサバを栽培しているみたいになったとこは、こんなん分かるかよって思って。いやー、なんか、それがすごかったな。なんか、うん、知識とか半端ない、なんか、ミニ雑学じゃないけどさ、なんか <laughs>、ああいうのも面白かったしな。なんか、ライド君、地味になんか、博識だよね、あの感じのくせに。 何なんだろうねあの、あの感じは。まあ、それが最後の、まあ、アハレンさんはライドウくんを測れないっていう。とんでもない男だな、ライドウくんは。だって、何が面白いかっていうとさ、その、まあ、ここからはネタバレの話になってきます。ネタバレの話をしますっていうのと、あの、今回の動画はね、あと感想の動画じゃないです。俺は、あーアハレンさん良かったなっていう、要因を、まあ、動画で。 残してておこうっていうわけですねすいません布団がちょっとねななんかやだなまあいいかここらへんなんかね、うん、家具の裏が見えちょっとなんかやだけどこれ虫じゃない留め具です、はい、この黒いポッチ二つは留め具ですでなんか画面端に映って 黒いのはでカーテンじゃないかカーテンじゃないなんだこいつはまだある怖っいいやなんかなんかありますねここにこいつなんだこいつなんだわかんないけどまあいいや <laughs> まあ余韻に浸ってる男を皆さんに、まあ、眺めていただくという動画です いやあ、よかったなあ。ハレンさんは測れない。まあ、感想に入ってもいいんですけど、まあ、感想に入る前に、いや余韻って大事なんですよ。読語感。めっちゃよかったなあ。いい漫画読んだな僕はね、えー、漫画をいっぱい読むのに、いい漫画を読まなきゃダメなんですよ。その悪い漫画を読んだだけ、そのつまんない漫画読むと、心が折れて漫画読めなくなるタイプなんです。方針演技の時もそうでした。俺は一生方針演技の悪口を言います。 いや、わかるんだよね。絶対方針演技も面白い漫画だとは思うけどさ、これ10年前とかさ、もっと早く読んどきゃよかったなって思うんですよね。たまにあるんですよ。やっぱりバトル漫画っていうのも進化しちゃってるからさ、まあその、年代によってノリも違うし、うん、すいません、方針演技の悪口はここら辺にしときましょう。俺は方針演技アンチです、はいうん。方針演技カラー版買ったんでクソ金かかったからな、あれ。いくらその、半分、多分あの時も、 俺が多分一き買いするときって50%オフセールとか50%還元セールのときなんで、まあ、だとしても高い。<laughs> カラー版で買ったから。キークルーなあ、多分方針演技はなあ。だってさあ、言ってしまえばワンピースがまだ連載が始まってない時期の漫画ですから、それは面白いよな。それもワンピースで序盤ですから、序盤も序盤ですよね。だってワンピースが2年目なんで、まあ、あの時点でアラバスタ編とかかな。 まあその時にあの漫画読んだら、そりゃおもれえよなって思うけどさ。うん、で、俺こ、これでいつも引き合いに出すのがマザー2ですね、うん。マザー2もやっぱめちゃめちゃ面白いんだよな。昔の、ま、ゲームのくせに。めっちゃ面白いんだよな。マザー2。なんか信者がカルト的になる気持ちもわかる。あれはおもろい。なんか音楽とかさ、あのシステムがいいよね。独特の感じが。マザー2はめちゃくちゃ面白い。やっぱり。 あれはすごくいいね。うーん。まあその、なぜかね、マザー2とね、あの、方針演技の対立煽りっていうね、見たことない煽り方をしちゃいましたけど、うん、煽りじゃないんですよ。僕の個人的感想なんで。まあ、僕は方針演技は面白くなかったなっていう、その、あえて角が立つことを言いたくなる年頃なんでね。うん。お見起こし失礼しますってことです。いやー、でもよかったなーハレンさんは測れない。いや、ハレンさんはよかったっていうさ、その、 感想に方針演技の悪口は言っちゃダメだななかったことに聞き流してくれ。キングドゥの白日よろしくね。聞き流してくれって。まるまるよろしくって言葉をそのできるだけいっぱい言いたいんで、最近覚えたとかじゃないんですけど、そのためには多分最初って言わなきゃダメだったね。キングドゥの白日よろしく聞き流してくれということですよ。まあ余韻をね。 体感すると今日はね生配信する、まあしたかったっていうか、まあこれからするんですよ。この動画が終わったら。ただこの余韻をね、まあ僕の今余韻を感じてる、この瞬間を動画に収めたいっていう、まあそれっていうのは一種、読後感の、まあ、妨げになっているような気もするんですけど、まあ別にいいでしょうってことか、カハレンさんは測れないを読んで面白かった男がの余韻っていう。 ちょっとね、タイトル考えます動画中にタイトルを考えるっていう。うん、余韻なんでね、別に。そもそも感想動画じゃないです。いや、今の昨今言語化っていうものが、なんかもてはやされていく。俺はまだ言語化できない。言語化するの下手っぴだから。なんかトレーニングとかないんですけど、最近なんか、うん、あのー、トレーニング、うん。 トレーニングね。あ、ちょっと今、ツイッターの解約の話しようと思ってけやめてくれ。俺は今、アハレンさんは測れないの。独語感に酔いしれて痛いんだ。ちょっとスマホでね、最終話と1話を比べます。はい。最終話と1話がつながってるタイプの漫画ですからね。よし、ちょっとね。ああ。このマスクで漫画見づれえな。視界にちょっと赤が入ってる。ムカつくの。 いい漫画だな、このマンガは。いやああ、これがアハレだ。アハレか。 すごいなアハレや。いや、お菓子だな。うん。アハレとお菓子の使い分けはなんかネットで見たら、アハレが今瞬間の、その、なんか、心の情緒みたいなんで、お菓子っていうのが、確定ああ、お菓子だったな。糸お菓子って。へぇ。ああ、いい漫画だ。 ああ、いい漫画だ。いや、俺は今度いい漫画を読んだら多分このいい漫画だっていうタイムが必要だと思うんだよ。やっぱね、この余韻の過ごし方っていうのが今まで俺になかった漫画生活なかったんですよ。だからこそ今日ここで決着をつけたい。俺の漫画ライフ。ノーマンガノーライフ、まあ。漫画ライフにおいてこの余韻っていう時間を楽しむ。俺は今。 いや、皆さんに見せるものじゃないかもしれない。ただ俺は今この余韻を何の言葉にもせず、ただ味わう。阿波連さんを測れないの、余韻に浸ってる男をみんなに見てもらう。うん。あえて感想にはしない。たまた,たまにちょっとずつ感想。阿はるああ、美味しいな。味がしてきたな。ああ、よかったな。ちょっと、暗くさせてくれ。一旦。ちょっと暗くしてくれ。もう。 よかったよ。うん。いやあ、よかったなあ。よかったよ。ほんとに。ハレンさんはかかるね。こんなちょけおちょけはいらんのですよ。よかったなすごくよかった。ああ。 昔の俺を褒めてあげたいいや昔の俺が読んで面白いって思う漫画ですから、それは面白いよなっていう、その、なんかね、難しいんだよな。俺がま,がまだ漫画読むの下手だった。まあ、今でも漫画読むのはまあまあ下手なんですけど、うん、その、まあ、その頃の俺が見つけて面白いって思ってた漫画だし、うん、でもその時だからこそ強く楽しめるのもあ,あると思うんですよね。 うん、でも、その時読んで面白かったからこそ、今読んでも面白いみたいな。いやー、いいな美味しかった、美味しい。いい漫画だったないいなみんなも読もうで。申し訳ないんですけど、あの、ジャンプのセールが終わってしまいまして、ジャンプのセールも終わってるし、あのー、漫画の、えー、無料公開も終わってます。はい。この世で一番意味わかんないタイミングでね。いや、わかりますよ。コンテンツを消費するというね。 うん。コンテンツ、面白いコンテンツに関する寄生虫みたいな生き物ですよ、僕たちは。まあ、おっしゃる通りです。それはね。なんとも言えない、うん。今はその二次創作っていうのが主流になっているというか。ね、だからこそ一次創作,者創作者の皆さんに本当感謝しかない。それリスペクトを持っていきたい。いい漫画だったなどこが具体的にいいとか、そういうのをね。 おおいおいですよまあ別に僕そういうの考えるの下手なんでおいおいもないと思います。いやあ、いい、いい、いい漫画だったなあ。<laughs> よかった。うん、なんかこういう体験するために漫画読んでるよね。ん夜更かしの歌読んだ時も思ったないや、本当になんかさ、なんかご飯が進むおかずじゃないけどさ。 なんか、こう、漫画を読む手が、漫画が好きになる漫画なんですよね。面白い漫画があるからその漫画読んでるし、でもこういう漫画をさ、途中で挟まないと、俺、漫画読み続けられないんですよね。最近はちょっとね、漫画スランプというか、一旦漫画読むのもいいかなって思ったり、まあ、映画とか見てたりしたんです。最近見た映画はなんだろうな、ホールドオーバーズとか、パルプフィクションとか、時計仕掛けのオレンジ。まあ、時計仕掛けのオレンジはすいません。2倍速で見ました。 ちょっと苦手な映画だったんで。あ見たりして、うん。まあなてで,でも漫画ってまだサブスクとか解禁されてねえし、高えんだよなーとか思いながらね、Kindle で買ってさ。まあ、そう思いながら、なんでしょうかね、見たわけですけど、まあ面白かったな良よかったな面白いっていう感情っていうか、まあ尊いっていうんでしょうかね、情緒。 何て言うんでしょうかね、こういう言葉。僕、語彙力、やっぱね、世界、ね、世界低ランカーなんでね。逆語彙力王なんでね。うん、ラブコメ結構好きなんですよね、俺。うん。まあ、ああのー、皆さん知ってると思うんですけど、俺、小卒なんですよ。うん。中学2年の秋。 夏休み明けから俺行ってなくて。うん。じゃあ青春が完全にないんですよ。呪力ゼロ。全員当時と一緒。よく世の中の無キャとか陰キャって呪力がかすかにあるじゃないですか。うん。青春のなんかこう、青い春の渦中には入れなかった。青い台風、青いハリケーンの中の 台風の目というか、そういう存在だと思うんですよ。ね。くすんだ青春を、濁った青春を生き抜いてきた人たちだからこそ、ラブコメって逆に見れないと思うんですけど、完全に学校行ってないやつって、ラブコメめっちゃ読めるんですよ。こういうの。読めます。ないんで、完全にゼロ。 うん。それが才能です、僕の。ラブコメを楽しむやっぱ言ってしまえば、高校3年間、中学3年間、その、やっぱその青春、青い春に混ざれなかった人たちって、でもラブコメとかね、受け付けられないと思うんですよ。僕は違う。完全にないから。遠巻きに、 スクールカースト上位の人間を眺めてたわけでもねない完全に学校に行ってないからこういうのめちゃめちゃ楽しめるんですよああいいいい漫画だったなうーんうわーいい漫画だったないい漫画だったな 喋るのすら放棄しようかな、もうちょっと。頭の中で喋るわ、もう、もはや。なんか考えてるポーズみたいにしてるけど、別に考えてはないです。なんとなく顎に手を置いてるだけです。うん。よかったな。よかった。 うん、よかった。よかったな。よかった。あ漫画フルコースに。一応、俺が読んでよかったと思えるような漫画。うん。まあ、読後感が良かった漫画だと、ワンピースとか入らないんですよね。うん。今、具体的に思いつくのは、 夜更かしの歌。えー、ハイキューもめっちゃいいですね。ハイキューめっちゃいいです。うん。狂った面白さです。いや、ハイキューの思い出やっぱさ、読んでたときはまあ、俺がね、おばあちゃんちにいたときね、その、まあ、なんでおばあちゃんちにいるかっていう事情は置いといて、 うん、事情がある時点でただおばあちゃんちいるわけじゃないですけどおばあちゃんち住んでてそれでめっちゃ面白くて毎日ゼブラックとかで読んで5話ずつ読んだりしてそうなんかズルみたいなのしてたんです2端末でこう行ったり来たりして毎日10話ずつ読んでてああ面白かったなよかったあの頃の記憶がそして アハレンさんは測れない。アハレンさん。アハレンさんじゃない。アハレンさんは測れない。ああ、よかったな。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 たなニセニャースじゃん。うん、アハレンさんは測れないよすぎて、ニセニャースが出ちゃって。よかったな。 ほんとうによかったよ。すごいよかにゃよ。ああよかったな。なんか空気すら美味しいわ。自分の部屋のいい漫画だったな。 それもね、やはりさ、はからないね。漫画単行本のね、サービスも豊富なんですよ。あと、水浅と先生、今、ブルーアーカイブの本買ってんだね。まあ、ブルーアーカもなんとなく興味はあるけど、俺、ソシャゲはちょっと宗教上の理由でできないんだけどさ。あのー、できない、ね、申し訳ないんだけど。 うん、って言いながら俺全然トレクルとファンパレやってますけどね。トレジャークルーズワンピースとファントムパレードやってま、やらせてもらって、やらせてもろてますけど。<laughs> な、その漫才の、ね、一節みたいなこと言わなくていい。一節みたい。あーよかったな。まあその <laughs>、ブルーアカーのちょっと水浅、な俺がやりたかったことあれで、ね、あ、ちょっと待って。 止まってくれボッチザロックのユリエをいいねさせてくれ水佐藤先生あと電気街のなんかあ,あ連載中なんだテレビにアニメに聞けってああハレンさんは測れないもんへえでででで うん、なんかめっちゃいい読者じゃない <laughs> そのアハレンさんは測れないっていうのをまあね一応50%オフでは買いはしたんですけどよかったなー買ってよかったなーうんよかったーまあ親の金なんですけど <laughs>、うん、親の金なんですけどね、うん、はい いやあ、よかったな良よかった。でも今回、武装錬金は買わなかったな。買えばよかったな、武装錬金。でも、なんか今じゃない気がしたんだよね。安い時に買う。俺、やっぱね、なんか結局、そのセールの時に漫画買うっていうのは、なんかよくないと思ってるんですよね。と言いつつ、今、背筋をピンと買いました。でも、背筋をピンとは今ね、横田拓真先生の、 あの風景印の方と、まあ、ス,カスカート丈風景印、風景スカート丈の方と、まあ、すべそれ、うん、すべそれの <laughs> 方も見てるので、まあ、これを機にセス,あのセスピンも見てこうと、まあ、ダンギロスとかも見たいですけど、ちょっと毛色が違うんであれですけど、 やっぱその横田拓馬先生の話にもなっちゃうし、なんか横田拓馬先生の絵柄ってなんかエロいっすよね。デフォルメエロっていうか、チンチンに来るデフォルメですよね。なんか、やっぱ俺デフォルメ大好きなんですよね。やっぱ、だから俺、あの、グランドセフトオートは好きじゃないけど、レゴシティアンダーカバーは好きみたいな,な、そういうところがあるんでしょ。デフォルメ大好きだな。あーよかったなそう。 電気街の、あ、どうのこうのみたいな。うん、電気街のドゥンドゥブスンドゥブをね読もうと思うあ、すいません。ドゥンドゥブスンドゥブは俺が流行らそうとしてるね。あの、アーダ・コーダとか、ドー・タラ・コーダとか、ね、ドー・チャラ・コーチャラみたいなやつねドゥンドゥブスンドゥブです。はい、皆さんも流行らせてください。使って。一応、期限は俺です。はいうん、<laughs> くだらなすぎる。 ちょっと電気街の本屋さんもね、あ、今ね、ちゃんとチェックマークをしてますね。あの、セールが来たとき買います。電気街の本屋さん、FM コミックスフラッパーシリーズ。何それどこから出てるんだ鼻かいいな。電気街の本屋さんも見てみたいな。うん。 これってさ、アニメ化されてないいや、どっちもアニメ化されてる。いや、すごい作家だな、水あさと先生。あ、あと、ワンピースエッグヘッド編もね、今日配信したいんだけど、やりたいことがいっぱいあんな。絶対、エッグヘッド編見てから、俺は。あのー、やりますんで。電気街、ガあ、こいつバケモンや、化け物、化け物って言ってたら失礼だけど、この方、ちょっと凄す,すぎんな。全部アニメ化してるじゃん。 これアハレンさんは測れないって出ない原作見ずあそおおあるやないかいめっちゃいいねいいねされてるうん「アハレンさんは測れないアニメ2期シーズン2いつですか?」制作決定か 年なんだ制作決定ってはあいい漫画だったなめっちゃいい漫画だったあ,あいい漫画を見た俺は確かに今日いい漫画を読み終えたまあ昨日ね 疲れてたんで途中までにしたんですけど一応これあれあれとかわかるかな最終日最終回は2023年の4月30日か1年前くらいなんだねおーすごいななんかこうなんで行ったり来たりしちゃうんですよねこの漫画あの俺がコメント見ちゃったのはあれですね あのー、なんか小学生の子がいるじゃないですか。小学生の子がいて、その子がどんどん変な性癖に目覚めていくみたいなところで、あの、形状変化が出たんですよね。うん、形状変化っていうか、状態変化、箱化っていうんですかね。うん、箱化っていう性癖があってね。まあ 別に僕はその性癖じゃないんですけどっていうなんか否定するのが否定みたいな感じなんですけど否定するのが否定否定するのがそうよね否定するということは正しいってことだってようこそファクトへ出てたね陰謀論みたいになっちゃいますけどいやそういうわけじゃないですちょっと面白いそこまでいくかって思ってちょっと面白かったな箱かやべえなって思って <laughs> うんあれはちょっと 面白かったあれでみんなで見に行ったんすねみんなのコメントとか <laughs> いいですよねなんかそういうギャグもね面白かったっすねうーん面白かったなうんいやー面白かったなこの漫画 <laughs> いい漫画を読んだ うん、いやこの余韻を吐き出すっていうか余韻なんか余韻を吐き出すっていうのはおかしいなただやっぱこの気持ちのまま配信にはいけないって思ったんですよこの配信を真空パックというか切り出して動画にしておかないとダメだって思っていや面白かったなアニメも見よううんいいな漫画っていいわうんいいなこういうあへ平くせすな 漫画面白いなやっぱ。いい体験ができたな久々に。でもなんかさあれなんですけど、全然、ごめんなさいねあの。個人的な話もこれから全然するんですけど、まあ、僕はまあ趣味で YouTube をやってて、まあ、その弊害なのかわからないんですけど、こうやって何でも動画に残してしまうせいで、 まあ動画に残してるからいいかっていう思い出が今俺一つもないんですよね。ここ数年間で <laughs>。同じ日々を過ごしてて、切な的に。でもなんか、こんなに思い出に残らない日々、何も覚えてないんですけど、なんか結構楽しく生きれちゃってるんですよね。なんか矛盾してるというか、思い出に残ったからこそ楽しいわけじゃないというか、毎日毎日やりたいことやって生きてたら、意外に覚えられないものなんですよね。毎日楽しいと、 楽しいことが当たりり前になっっちゃってあんまりだから結局さ思い出に残るって人生つまんないから残るんですよ。学校行ってクソつまんなくてでもたまの休日友達と遊んだこんなことが起きたってなるからあの感情の抑圧みたいなって思い出に残るわけで別に毎日ゴロゴロ楽しく生きてたら何も覚えられないんですよ。うん、それちょっと寂しいね。マジで何も覚えてない。 なんか、めちゃめちゃ好きな性癖絵師、まあ、俺の性癖は言わないんですけど、性癖絵師の人が、人が、え、え新作書いてくれたとき、その、本当に嬉しすぎて、興奮しすぎて、しこれなかったですね。今、こう、なんか、しこったら多分、テクノブレイクっていうか、なか心臓が爆発するっていう。体に負荷がかかりして、死ぬって思って、1回、10分くらい深呼吸して、10分間くらい <laughs>、って言ってから、しこりましたね。 今日、うん、はこの動画終わった後しころうと思います。普通に。その配信はね、あのー、配信する前はしこった方がいいらしいので。うん。すいません。地面師のおじちゃんみたいな。うん、配信する前はしこります。しこった方がすっきりするので。みたいなね。全然モノマネになってないですけど。ああ、よかったなー。 要は、よかそのなんか、まあ、誤解しないでほしいんですけどね。うん。そういう、この変な動画、突飛な動画を作るために、わざと良かったって言ってるわけじゃないんですけど。いやー、良かったな余韻ですよ。この余韻。思い出に刻みたいんですよ、僕は。なんか最近、さっきもお話ししましたよ。思い出に刻めれるものが全然なくて、人生に。うん。なさすぎると、ニートで引きこもってて。何も覚えてない。悲しい。 だからこそ今日はこんなことをしてみたい。うん。だからその脳みそがその外部、そだから俺 YouTube のこと、脳みそが脳みそだと思ってんだそうですね。脳みそが YouTube のこと、脳みそ、ストレージだと思ってて思い出してくれない。多分、ああ、もうこれは別に記録媒体残したから思い出さなんか覚えなくていいなってなっちゃってる可能性もある。うん。今日この日は覚えたいなぁ。 10月17日2時32分。えー、今日はアハレンさんを、ちょっと今日はアハレンさん、アヘンさんじゃないアレハンでもないマルハンみたいに言わないでくれ、さんを見て。感動した。最高の日だ。万歳。 えー、ここで写真またビデオを選択で、今日の日付ですね。別に関係ね、完了。スクショしとけいいだけあ、はあ、いや、でも、こんなことはあんまりなかったね。いや、違う。夜更かしの歌を読み終わった後、こうやってその余韻の時間を作ればいかっあ、あの日も覚えてるの朝5時だったんだよ。それいいよね。朝5時まで読んでさ、夜更かしの歌って感じでしたよ。マジで。 ちょうど夜夜中読んでそれも良かったんでしょうねあすいません今パンツ履いてないんで気をつけてくださいあ気をつけるのは俺なんですけど、うん、気をつけるのは俺でしたあーいい漫画だったなうんまあ感想とかは別に特にないっていうかその特にないっていうかそのまだ作る段階じゃないなちょっとアーレンさんは測れないの感想は、まあ、また後日というか ままた作ろうかなと思います今日はアーレンさんは測れないっていうのがすごく自分にとって思い出の漫画になったっていう報告と余韻に浸るだけです。うん、余韻に浸ってる男をみんなが見るっていう新しい新体験ですね。うんはあ うーん今日はあえて字幕にしなくてもいいかな。字幕もつけなくていい気がする。だったら、直でやれよかったな。YouTube のあれで。うん。いや、よかった。今日は思い出の日だ。うーん。ありがとう、みんな。いや、みんなに感謝するの。水浅田先生、ありがとう。ジャンプププラス、ありがとう。うん。 <laughs> これ別に何てことないストレッチです。はい、うん。別に今のは何だろうな。ボケたのをごまかしたわけじゃないです。っていう。で,ボケで今、すみません、ややこしいですね。じゃあ今、ボケたのをごまかしたってことにしてください。別に、本当にただストレッチしただけなんですけど。でも今、ボケたのをごまかしただけですって言ったら、その、ボケをごまかしたっていうかなんか、うん、ボケをごました、ごまかしたから今のがボケだったっていうのがなんか,か、確定しちゃう感じになっちゃうんですけど、本当になんか、ちょっとね。 ちょっと体伸ばしただけなんで、本当に。すみません、ボケでも何でもないです。ボケをごまかしたっていうボケですらない。はい、すみません、今、奇妙な時間が流れてしまいました。お詫び、お詫びしてね、定時制に入ります。はい、入りません。勉強は嫌いなんで。じゃあ、お詫びして定時制に入りますと言ってしまってね。お詫びしてね、定義します。はい。定訴してください。てえてえということでね、あ、ぐだぐだになりました。 今言おうと思ってなんかそれっぽいこと言おうと思いましたけどそれっぽくなかったので言いませんでした言おうと思った言葉は俺の人生みたいなこんなにグダグダでっ言おうと思いましたけど別にうまくいってないだけでグダグダではないんで僕の人生シンプルにうまくいってないだけでグダグダってグダグダってそれでも進んでいくじゃんうんあのそのグダグダ以前なんで僕の人生ははいすいませんそれ全然違いました ああ、良かったな。まあ、こう、ガチャガチャはさておき、僕の、僕の得意なガチャガチャはね、うん、さておき、縦置き、横置き。まあ、あのー、本当に良かった。すごく良くて。で、これから言葉にするフェーズに入ったってええねんぞ。うん、急に強い口調になりましたかね。いやあ、いい漫画だったな。でも、言葉にできないな。語彙力なさすぎて。その シンプルに言葉にできないくらいいい漫画体験をさせてもらったっていう。いや、今こうやって動画にして言葉にすることによって、よかった、よかったって刷り込んでいくことによって、そのい、さらにいいその思い出が、その、なんかこう、ぐんぐんぐんが上がっていく感じがする。いっぱいをよかったって言葉にしよう。っていうのもあるんですけど、シンプルに僕の語彙力もない。 当然持ち合わせてない、そんな語彙力。なんかね、そう、適当なことはすごいスラスラと喋れるんですけど、なんか、俺大事なものほどちゃんと喋れないんですよね。うん。なんか、弱さですね、これは僕の。はあ、よかったななんかこう、何なん,なんですかね。語彙力がなくなるほどいい漫画だったけど、もともとない語彙力がさらになくなってるんです。すごいことになってますよ。うん。 何なんだろうねこの感じはよかったなちょっとまだねあのー今日そうだ俺そう縛りをかけたんだ。 最近ね、パクノダの、ね、制約がね、あの、ハンターハンター単行本でせあの、開示されましたけど、うん,うん。俺もそう、制約を決めたんですよ。僕の制約と制約は。喋りたくなったら、あの、配信でしゃべるっていう。<laughs> あの、当たり前なんですけど、僕ね、あの、しゃべるパターンが3パターンありまして、まあ、4パターンかな。親に喋ると、えー、1人で喋ると、えー、動画をつけて喋ると、配信でしゃべるって4パターンがあって。 で僕のべシャリというか、べシャルギーまあ、おしゃべりエネルギーを、まあ、べしゃるぎと勝手に呼ばさせてもらってるんですけど、べャルギーが、やっぱ分散してしまってるんですよね。あの、一人でしゃべるって何かっていうと、あの、録画ボタンもせずに僕が勝手に、あの、録画してる手で喋る時があるんですよ、僕は。あと、あの、廊下、家の廊下を歩きながら、歩行前みたいなことしながらね、喋ったりするんですけど、だから今度ピンマイク欲しいんですよね。 マイクつけて歩きながらしゃべった結構あの歩きながらしゃべってるしか出せないしゃべりがあるんで僕にはうん皆さんまだ聞いたことないと思うんですけどねまあ、ということでねあハレンさんは測れないよかったなということで本当によかったなうんすぎた良、うん、すぎたよ良、うん、すぎたともはるです、はい、うんあ,あ よかった。なんか最近、ジジイの舌打ちみたいなのが出るな。これ。口の筋肉が衰えてるのかもしれない。ちって。違う違いますよ。うん。じじのなんか無意識に出る舌打ちね。あれはその、魂、心のこもってない舌打ちだから。俺もは最近出ちゃうんだよ、ねあの。口が乾いてね。うん。こ犬のものもあれです。 犬の呼吸のものまねします。犬のが何かを嗅いでいる時のものまねでした。はい。いやーいい漫画を読んだ。今日はいい日だ。うん。今日もいい日でした。10月17日。いい日でした。今日はいい日だった。 今日朝、朝寝起きでナポリタン作ったんですけど、うん、朝ごはんナポリタンでした。まあ、まあそ、その朝っていうのが、なんと4時、5時、まあ、15時半起き、3時半起きなんで、昼夜はね、逆転なのかな。もはや逆転じゃないくらい。うん、もうすぐでね、ま、まあ、大体、まあ、昼夜逆転っていうと、180度違うって意味でしょうけど、うん そ時間帯が120度くらいはずれてますねはいあれもっと正確にやるべきだな、うん、ごめんもっと正確にやるべきだ時計は円なんだからうんあ時計って何度なんだろうなえー、360度を12分割してるから30度か1時間30度の度数か 150度かないやでも180度は違うな。え違う。1日は24分割だ。ということは、1日15度だ。うん、そう考えると、えー、朝6時起きだとして3時だから、45で、 えー、1日135度か。135度違う。時間の過ごしてますね。生活リズムが135度違う。はい。多分これで合ってるんじゃないかな。合ってるか本当か本当に本当かまあ、そういうことにしておきましょう。はい。まあ、その6時っていうのはちょっと早いんで、8時とかにセットした方がいいんですけど。なんかね、若者ってね、 夜型らしいっすねみんな。うん意外に。でもそのなんかさー、ああ、ちょっと雑談にそういうのになっちゃった。余韻に浸るんじゃなかったのか。まあちょっと今お母さんにあのマヌカハニーの,のど飴どこやったって聞いとくわ。 はいということう今日は余韻に浸る男でした。よかったな、皆さんもね、なんかあ今余韻浸れるなーって時あったらそれ動画にしてみてはいかがでしょうか。いやー、存分に浸らせてもらいました。あー今日は本当にアハレンさんを読後以前以後です、僕の人生は、はい。これ以前以後になりますね。ハレンさんを読んだ俺、読んでない。まあ今まではまあ 今日の朝の朝くらいまで、ね、読み終えてなかった俺。読みオんだ俺。人類には二人いる。アハーレンさんを読み終えたやつと読み終えてないやつがいる。読んだことあるやつと読んだことないやつがいるんです。僕は読んだ側に来れました。皆さんも来てみていやいかがでしょうか まあ、その、ジャンプのセールとか、まあ、ブックウォーカーとか、DMM ブックとか、まあ、キンドルとか、まあ、定期的にね、ポイント還元をやってるし、まあ、一応、ジャンプププラスの方もコツコツ読めばって見れると思うのでね、あの、ぜひ、あの、ゼブラックの方は前半だけは無料とかで読めるんでね、まあ、作者さんに嬉しいのは、あの、本で買うっていう、多分、紙の本で買うのが一番いいと思います。はい、重版出版だっけ重版、できらーみたいなやつが、あの、 出るとその一気にそのね作家さんにお金が入ってくるのでうんそれが一番いいと思いますあの羽島京志郎でした,でした水,あ水あさと先生ありがとうございますありがとうございましたね今更ながらですが面白い漫画ありがとうございますこういうリスペクトを持ってね感謝の気持ちを忘れたらね いい面白く、まあ楽しめるものも楽しめなくなる。こういう気持ちがあるからこそ、いや、漫画を楽しむという気持ち、面白いと思う気持ちが増幅すると思う。これはもう打算で感謝してる。僕は、今、自分が、この先未来、より漫画を面白がれるために、純度の低い感謝です。はい。今の感謝は、はい。あまり、すいません、純度の低い感謝でも申し訳ない。自分がこれから楽しむための感謝。 あんまり心が入ってないかもしれない。それはね、お詫びして、ね、訂正します。定時制、提示せ、提示は入らない。はい,あい。ありがとうございました。はい。えー、劇場版、あざした学園2でした。